わしが見てちょんまげじゃ。さあ、今日はどのエリアを選ぶんじゃね。おお、幻想界を選ぶのじゃな。第1弾を選ぶんじゃね。
ここでクイズを出すぞ。十字架天使のお守りはだーれ？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。真面目にやんなさい。わしは全能の神、すべての悪魔をねじ伏せる最強のペットなのよ。でもそのなんだ、まあ、大金を積まれるとついもうなんかバラバラになっちゃってな。今日はどの時代のイベントを見るんじゃな。Thank you.
すぞ。ダンプ魔獣の口癖はなんだ。まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。真面目にやんなさい。カーンは天上の神、天使の利力パワーを増大させる教祖様じゃ。わしの先生でもあったんじゃよ。
出すぞ。漫画好きの天使様は誰？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。はじめにやんなさい。過信テスターでシャーマンカーンの心を悪心に変えようとしたとんでもないやつじゃ。
突然じゃが、ここでクイズを出すぞ。次回創造主の命を受けた聖人士って誰？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。真面目にやんなさい。セントフェニックスは愛と有利が結晶して生まれた次回創造の主じゃ。わしはもう彼に期待しておるのよ。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。真面目にやんなさい。無限ゾーンの超悪魔に挑むためついに戦線に生かしたぞ。彼の努力にはもういつも感心しておるのよ。
ここでクイズを出すぞ。桃源如来が持ってる霊柩は何？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。はじめにやんなさい。またまた強力な悪魔ヘッドの登場じゃ。わしのタイプなんじゃがな、なんか怖そうじゃね。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。はじめにやんなさい。天聖界のお年寄りをいじめるとはなんてやつじゃろかしら。まあこりゃ早く六星球を返しなさい。
出すぞ。ジンカーベルのアイテムはなーに？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。おりゃ、わしを見てどうすんじゃ。初めにやんなさい。へへんだ、わしなんかこいつに勝っちゃったもんね。スーパーゼウス、強し。わしにそっくりではないか。まあ、なんかやりにくいな。ああ、もう。
ここでクイズを出すぞ。おっしゃれーな天使様は誰かな？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。十二天使を精神に誕生した聖人公じゃがな、まだまだこのパワー不足のような気がするな。十二天使が磁力をインプットしたぞ。これならあのブラックゼウスもひとひねりじゃ。
出すぞ。困ってる人を助ける天使様は？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。こいつの魔性般若パワーすごかったんよ。さすがの天聖界も大パニックじゃったん。魔性般若パワーを出し尽くしたネロの本当の姿はなんかこう惨めじゃねえま。
出すぞ。次のうち、七女じゃないのは誰だ？まさにその通り！正解じゃ、歴史の石を授けよう。変身パシーを受信して生まれたヘッドロココ。前にも増してたくましいのよね。さすがわしの見込んだロココだね。彼ならきっとやると思っとったよ。立派やね。
出すぞ。聖火士のお守りは誰？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。ノアちゃんとはもう対戦前よく遊んだもんじゃったがな。早く平和が来ないかな。巻源前の太古から悪球を生み続ける魔導士ノアじゃ。母は強しというが恐ろしいですね。
出すぞ。次回必殺戦士3度目の登場は誰？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。いやマリアも立派になっちゃってね。もうあのな、この綺麗なバラにはトゲがあるから、そのうかつには近寄れないのよ。かわいそうなアリババ人生ちゃん、これだから悪魔ってのは、いやーのーじゃのー。
出すぞ。天使セラミングの転生会で一番の部分は？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。幻想界というところは綺麗なお姉さんがいるんじゃねえ。ズズン。なかなか強そうなゴードン人じゃったが、あっさりエルサ M に負けてしもうた。個性紐の威力じゃねえ。なんだか、まあ、帝国サイオさんが現れたわね。え、創世巡視って偉い人や。まあ、失礼しました。すいませんでした。どうも。
突然じゃが、ここでクイズを出すぞ。女の子同士の喧嘩、女面原人の相手は？まさにその通り。正解じゃ。歴史の石を授けよう。わしを見てどうすんじゃ。初めにやんなさい。議会で平和に暮らしときたのに、マリアの長年までわしらと戦う羽目になってしもうた。大和人って手加減してあげなさい。さーてと、今日はどの時代のイベントを見るんだね。ダークヘラの手を離れたゾーマスティックにはとんでもない賞があったんじゃね。マーゲンモデルに収まった時、何が起こるんじゃろかしら、心配じゃろ。あら、今度の創世戦士は随分不気味な格好をしてるね。こりゃあ、まあもうミステリームガルの中からセンターボンムガルが現れたんよ、これが。しかし、ラミセンの調べはなんかこう、不思議なもんじゃね。こりゃあ、びっくり。戦闘機体変化したロココから発射された創世ビームが大和人帝に降り注ぐ、ついに大和爆心が誕生してしもうたんよ。パワーアップした爆動セイヤシールドが爆心のマスクになったぞ。なんか工事会にまた一歩近づいたって感じじゃねえ。もう